皆様、こんにちは。溝上慎一の教育論動画チャンネルナン、no. バー164。本日は、昨日配信をいたしました、大阪音楽大学短期大学部准教授の平山るみ先生にお話をいただきました、批判的思考の観点から見たチャット GPT と、その後に私と議論した内容をお届けするものでございます。 えっと、これが、あの、昨日配信した本編ですね。はい。あの説明欄に URL を貼っておきますので、ご覧になってない方は、えそれを見て、えこの議論をお聞きください。はい。 で、えっ、ー、と、まあ、議論した内容はですね、あの、主に確認ですけれども、えー、まあ、チャット GPT が用いられるようになってくるとやっぱり思うんですね。あの、いろいろ規制とか制限とか、まあ、使われ方いろいろ、えー、ルールができてくると思いますけれども、まあ、チャット GPT どんどん精度も上がってきますしね、えー、私たちがそこで作られて、まあ、説明を受けたりする内容を吟味しないといけない。で、これってあの、批判的思考、それ自体で、別にチャット GPT が、えー、なくてもですね、 批判的思考大事だってずっと言われてきたわけですけれども、えー、ただもっともっと高度にですね求められるようになるんではないかと、えー、そういうふうにこう思っているところがあってそれをあの批判的思考の研究者に、えー、そのモットーのところがどういう意味なのかということを、えー、お伺いしたと、えー、そういうことでございますはいそれではですねあの平山先生ねはいチャット GPT がこうまあ皆さん使うようになってくると、えーはい 基本的思考がよりこう高度に求められるんではないかって、私ね、ちょっと感想として、はい、あのお話ししたと思うんですけど、結局、はい、結局このそもそものの話なんだから、チャット GPT の話というよりは、もうこのインターネットの情報を皆さん何かしらこう、はい、まあやっぱりこうそれを受けた文章を作ったり話してるし、してるわけで、はい、そこの時点で結局は、 まあ、そこの時点で結局、平的思考必要だって言われてきたわけだから。はい。延長上だってことですね。そうですね。<で>チャット,ト GPT が広がると余計めんどくさくなると。<laughs> いや、<laughs> 本当にそう思いました。んかチャット GPT は事前にいろいろ学習をさせていて、インターネットの情報だけではなくて、信頼のできる情報源から学習してますって、最初に聞いたら、そう言われたんですけど、 あまず、この学習させてるのが2021年より前までのことしか学習させていないっていう限界もありますし、で、信頼できますかって聞いたときにの信頼の、信頼性の高い情報源を参照していますっていうふうに、まあ、答えるんですけど、信頼性が高いとはい,いえ、信頼できる。 とは限らないわけですし、またその、さっきの論文の例もありますけど、信頼性の高い情報源を参照してご情報を出してくるとかが <laughs>、組み替えて、結果的に違う意味合いの文章になってしまうとかがあるので、あのー、 本当に余計ややこしい,と思いますあのうんそうかそういうふうにこう説明を受けるとまあインターネットの情報もともと玉石混交とでそれを、えー、その延長状態じゃないかっていうこともちょっと考えたんだけどでも、はい、あの今までの場合だったらインターネットの情報をつないでいくのは利用者ですよね。だからはい バラバラっとした個別の知識。まあ、それ一個一個がどれくらい、こう、正しい情報かっていうのもわかんないけど、でもまあ、いろいろ、えー、情報を繋いでね、一つ、の理解っていう思考をこう、作っていく。あの、はいで、そういうのが今までの、えー、インターネット社会、あるいは利用っていうことであったとすれば、今、チャット GPT は、そのつなぎを自分で、あの、AI がやってくれるわけですよね。で、はい、その繋ぎ方は かなりむちゃくちゃで、今のところ。<laughs> で、はい、だから、あのー、なん,ていうんですかね、そのつなぎが本当に正しいかも検証しないといけなくなったし、そのつなぎの手前の一個一個が本当に正しい情報か,かも、はい、えっと、判断しないといけなくなったし、だからやっぱり、はい やっぱりあのチャット GPT が出てきたことによってあの、はい、より高度な、よりめんどくさい批判的質がこれから求められるようになったという、はい、この私の最初の直感は、やっぱり正しいですよね。はい、そう思います。<laughs> はい、うん。もう今まで以上にハードルの高いめんどくささが、そうですね。<laughs> あ<の>精度は、ね、上がってくると思うんですけど、ただど、精度上がってくると、 言ったって本当に出てきたものを判断していくのはやっぱり利用者でしょ。そうですね。でその精度が上がるも、私はまあ AI について詳しくはないんですけれど、うん、その AI 対中えっ、ー、と教科書の読めない中学生ってありましたね。あうん、まああれぐらいの情報しかま <laughs> だ知らないんですけれども、そのやっぱり本当にその AI は意味を理解して いるわけじゃないっていうのはよく分かったので、でね、これからこう発達していくにして、AI が発達していくにしても、こう意味を理解するという方向性にならない限りは、なんかそのなぎ合わせた情報が正しいってならないんだろうなっていうふうには思います。あくまでもやっぱこう狂気関係だと、こうですよ、こうじゃないんですよっていう、例えば両論兵記するようなホームページがいっぱい作られたら、 ガラガラポンってして、この、こうだけどこうじゃないって言っているものがつなぎ合わせて、これはこうだ、みたいな感じで出てき、出てくる可能性が高くなってしまうわけですよね。うんうん、なので、本当に人間が意味を一つずつ理解して、あのー、つなぎ。そっか。まあ、かこれができるとやっぱ人間なんだな、というふうには改めて思いました。意味世界、意味構築ね。 そうですねあの。あのね、もう一つ、ねはい、これ使ってレポートとか書いてくる学生出てくるじゃないですか。まあ、今回のね、はい、教師、どうしたらいいんですか、はい。そうなんですよね。これ、すごい、めんどくさくなるはめんどくさくなりますよね。 あのー、なんだからこれ批判的思考で何に使えるかなと思ったんですけど、批判的思考の問題を作るみたいな、これは矛盾してませんかとか <laughs>、なんか、そういう問題文を作るには使えそうな気はしたんですけれども、個別的な、この一般論じゃなくて具体例みたいな出させるとか、まあそういうところになってくると、ちょっとチャット GPT でも難しい。 と思うのでこう一般論を学生が自分で解釈した上であの具体例を出さないといけないのかなというふうな、はい、だから一般論は、まあまあ、比較的強いとまあ見たとしてねでそこの具体例とかローカルなところに一をつなげていくとなるとこれは、ま、あのチャット GPT とかやっぱまあ最適化を求めていくこう手法ですからねあの、はい、一つ一つ個別のとかローカルなっていうのはやっぱり弱いのは構造上あの やっぱあって、うん、そこは一つあれですかね。なんか、もう手書きでその場で書かせた方がいいような気もしないではないんだけど、<laughs> あ<の> <laughs> まあ、あえてこう出させるんだったら、そのローカルなとことかね、あの、例とか。そうですね。例えばその、<laughs> 普通にこう理論を学ぶにしても理論だけじゃなくて例えば実生活につなげるとか、ね、知識を活用するってなったらば自分でその活用例とかを考えるって大事になってくるんだろうと思いますので、まあ、そういった意味でも具体例考えさせるのはいいのかなというふうには思ったりはしますけど、まあ、いろんなとこで言われてるみたいになんか使うなよりは使った上で限界を知ってほしいような気はします。うんうん